イアンこと鈴木愛理です。突然ですが皆さん、ディズニーには何時に行きますか？朝昼晩といろいろな時間があると思いますが、今日は朝一にスポットを当てた企画をやりたいと思います。それは開園2時間でアトラクションいくつ乗れるのか。どうですか、これ気になりませんか？なお今回はどれだけの数を乗れるのか、これだけを考えて検証していきます。もちろんこの日もこうちゃんの考えたプランです。果たして何アトラクション乗れるのでしょうか？皆さんも予想しながら楽しんでみてね。それでは行ってみましょう。開園15分前です。見てください、今日は一番前をゲットしました。果たして一番前に並んで開園時間2時間でいくつのアトラクションを乗ることができるのでしょうか。お待たせしました、柱というゆっくりお進みください。はい、ありがとうございます。お待たせ、ありがとうございます。まずは前世派の時と同様にピーターパンに行きたいと思います。見えてきました、ピーターパン。見えてねえじゃねえかよ。早とちり。今度こそ見えてきました。ピーターパン。行ってきまーす。ここは誰も並んでいません。終わりました。すごい楽しかったね。次行きましょう。次はお隣にある白雪姫に乗ります。誰も並んでない。何度乗っても怖いですね。じゃあ次はピノキオに行きましょう。これから何個乗れるかね、楽しみ。あ、じゃあ何個乗れると思う？10個乗れたらいいかなって思ってます。行こう、行きましょう。ピノキオ見えてきました。やばい、無人だ。誰もやってない。おお、やっぱりジェットコースターは気持ちいいですね。風が気持ちかった。じゃあ次はどこですか？次は回転スピンに行きます。くるくる回っちゃいます。早くしてください。5個乗り終わりましたけどどうですか？いや、もう満足ですね。早いだろ。楽しんだもん。しかも今乗ってきたのがほぼディズニーの映画にあるアトラクションだったから余計楽しかった。次はグーフィーのペイントハウスです。はい、お疲れ様でした。何してるんですか？今日食べたご飯の洗い物です。何作ったの？今日歩いてハンバーグを作ったの。お皿洗ってます。チップとデールのグリーンハウスにいます。ほら見て、チップとデールが飾られてます。木の中だ。プンタウンが一望できます。あれ、アイディいないな。どこだ？お、カッコだよ。出てきた。カッコです。滑り台なんだね。何気にこれもアトラクションです。テンパーク。何してんだ？とりあえず座ってる。次は再びファンタジーランドに戻ります。
ですね。やばいものを見てしまった。やっぱりここは何回来てもいいですね。次はまたエリアを変えてウエスタンランドに行きます。何に乗るのかな。次はこちらトムソーヤ島へ行きます。今どれぐらいの待ち時間なのかチェックしたいと思います。今まで乗ったアトラクションがどんぐらいなのか気になるね。さっき乗ったピーターパンが35分待ちになってる。結構待ってるね。すごいよ、やっぱりディズニーは混んでますね。日陰が多くてとても涼しいです。そしてディズニーとかけ離れた世界、いいですね。なんか探検してる気持ち。いや、探検するアトラクションだからね。アイリーの夏休み、ちょっと探検したところで帰ります。もう9時半になりました。残り30分です。あとどれくらい乗れるのでしょうか。ラストスパート。お次はこちらシューティングギャラリー行きます。それでは200円を入れてスタートです。お、順調だね。はい、終わりました。惜しい。あらら、どんまい。9個っていうのがちょっと爪の甘さが出てるね、アイニャンさんの。惜しかった。じゃあ次行きましょう。次行きましょう。お次はこちらツリーハウス。暑いけど行ってきます。あ、黙るぞ。誰もいないんじゃないの。疲れるね。いや、痩せたわ。痩せました。次は0分待ちのあれに行きます。しかも私の結構お気に入り、ハカ行きます。私のお気に入りはこのおばちゃんの占いです。100円入れたいと思います。あ、出てきた。出ました。どこが当たってた？なんかね、あなたは運命というものを強く信じています。そういう上にもあなたは本当に幸福な運命の持ち主です。当たってるか分かんねえじゃねえかよ。自分で言っちゃうやつ。まあ、この後もう全部私的に当たってるの。やってみる価値ありですね。このおばちゃんマジで当たるのでぜひやってみてください。まだ時間があるので、ね、もう一アトラクション行きたいと思います。やっぱり近場ね、このカリブに行きたいと思います。いいね、締めのカリブだね。15分待ちということで乗れるか分かんなかったんですが、じゃん、待って乗るそうです。イエーイ。これがラストアトラクションだね。10時になったのでチャレンジ終了です。楽しかった。体験チューブというわけで2時間楽しんできました。18個のアトラクションに乗ることができました。数だけでアトラクションに乗っていくとこんなに乗れるんですね。私の予想だと10個だったので本当にびっくりしています。この2時間企画他にもいろいろやれそうなので、例えば閉園2時間とか、私の好きなアトラクションだけを乗る2時間とか、いろいろそういった企画をやっていけたらと思います。というわけで今日の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こ
ちらもやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになーれ。